はようございます、ただいま7時半めっちゃ雨降ってます、天気予報当てにならないですね、ここに来る前にね小さい漁港行ったんですけど5人入っててなんかいっぱいやったんで移動してきて30分ちょい離れた漁港やったんでもうだいぶ時間が遅くなっちゃったんですけどとりあえずここで始めてみたいと思います。あ、一応ね、営業しながら、ちょこちょこっとライトゲームもできたらいいなっていう感じです。雨が止んで青空が出てきました。寒いかと思って真冬みたいなカッパ来ちゃったんです。暑くなるかも。エギはね、釣れないです。飽きてきたんで。ちょっと餌釣りして遊びたいと思います、セリアのね液漏れしにくいクリームケースこれに、去年釣った新婚のゲソ入れてあります。ちょっとね、長すぎるんでカットしました。ちょっと小さいんで逃がしてやります。バイバイ。わあ、めっちゃまた雨降ってきた。ガッシー、このサイズばっかりやね。バイバイ。ちょっとサイズアップ？ああ、それでもちっちゃい。ガシラはね、いっぱい釣れて楽しいですね。バイバイ。10センチないぐらいのガッシーばっかり。また同じサイズ。バイバイ。
ちょっと。ちょっとこうマシになったよ。15センチってとこやね。バイバイ。はい。17ちょい。はい。キスが釣れたんでね。キスの道具を車に取りに行ってきました。カラマン天秤にナス型の重りで仕掛けは2本針。これどこだ？ハヤブサの早掛けキス長小と55センチ。餌はね、ゲソしかないんですけど、とりあえずゲソでやってみます。こんな感じでね。行ってみます。はい、移動してきました。5回も買ってね、もうキス釣りをするっていう感じで砂浜のある漁港にやってきました。釣れるかな。これはね、セリアで買った、サラダカップ。こんなちっちゃいの。バイバイ。ガチョかな。よいしょ。お、なんやこれ。ハゼ。ハゼ釣れた。ちっちゃいキス。